はい、お疲れ様です。ゆうた14です。今回はね、ライブでレジェンドリーグアタックの方を、ガクのアタックを見てたので、一緒に見ていきましょう。前回はね、プロが教えるクイヒーラバルタウンホール10編の方で予告してたと思うんですが、そちらの方のデータが消えてしまったので、急遽こちらを先に回すことにして、オープニングだけ取り直しております。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。はい、一本目のアタックですね。見ていきましょう。おーっと、出たな、これ。なんて言うんだっけ。サザンクロス？タウンホールとギガテスラがかなり孤立してますね。クイーン上から行くのか、右、前の放送では右から行ってましたよね。おーっと、下から行きましたね、今度は。なるほど。クイーンを通路に誘導してクイーン処理っていう流れですね。今多分左に、台本にフォーミング、出たので、こっちもあるなという読みでこっちも出したんでしょうね。レジェンド、おっと、なるほど。ウォールブレーカーでキングでこれタウンホールを取りたいという流れですね。なるほど。で、クイーンに対してはカットなしでこのまま通路に歩かせていくような狙いですが、バルーンのカットはしないで大丈夫そうだな。すごいな、こことか。バルーンでカット入れたくなるポイントではありますよね。すごいですね、なんもなしに。で、クイーンもレイジのみで乗り切りましたね。で、アーチャータワーの横打ちもないので、かなりいい当たり方ができてますね。で、マルチ IT にヒーラーが打たれる前にボマーでフォローしていくわけですね。さすがですね、ガクさん。で、そうなると2時12時展開でラバル回しつつ、キングを途中でキン、タウンホールへ狙っていく流れですね。で、ウォーデンはこっちにつけていって、キングはまだ出さない。まあ、あんま早く出しすぎてもタウンホールがヒーラー打ちそうな角度なんでね、まあ、その辺気をつけて。ただ上のアーチャーとは残りそうだな。こうするかトムと、あーかかっ、残りそうですね。で、タウンホールにキングはいつの間にか出てましたね。で、クイーンはクロークを吐いていて、まだレイジが2枚あるんでね、ぐる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 回っていけるかどうか、最終地点までたどり着けるかどうかですね。あとはフリーズで1回止めつつ、ちょっと外周部に防衛施設が多いので流れそうですが、このまま、あ、でも大砲をクイーンが切ったので、アーチャーター行ったら戻るかな。おっと、割れましたね。で、レイジ一発46秒45秒、時間は大丈夫そうかな。どうだろう、間に合うと思うけどな。間に合うと思うんだよ。間に合いそうですかね。30秒あれば。ウォールブレーカーも出していきました。レイジをかけて穴開けで、みんな一気に加速してっての全開ですね。全開ですね、これは。1本目からいきなり全開。さすがガクさんです。はい、で、続いては。今何位なんでしょうね。ああ、そう、22位ですね。これでもさっきの1本目がもう入っちゃってるんで、1本目攻めた状態で攻撃残り7本での22位って感じですね。さあ、2本目やっていきましょう。出た。出ましたね、この配置。おでひをやる、やった時に作った、攻めた配置なんですが、クイーラブで当たると結構めんどくさいんですよね。テスラは、まあ、いつも通りここに生えましたね。で、ベビだけ先連れてるのは美味しいですが、火力やば。で、イージーで、パピじゃない、ラバッシュっつって、もう竹がないところで援軍処理できるのすごく美味しいですね。これ結構火力高いところで援軍処理しないといけなくなる配置でもあるので、先に、え、ウォールブレーカーたぎりましたね、ここ。あ、もしかしてこれバルーンの落下ダメージで壁にダメージ入ったからウォールブレーカーたげったのかな。これ普段たげんないですよね、これ。それともパクリミスってんの、これ。
どういうことだろうこれ。今までは多分オールブレーカーたぎらないと思う。なんか避けていく配置でしたよねこれって。でも普通にもオールブレーカー開いたな。どういうことだろうこれ。で空を、そうなんだよね、こっちやっちゃうとこういう空をしなきゃいけなくなるので、かなり広い面で見なきゃいけなくなるんですよ。マルチ IT3 本をね空で見なきゃいけないのは、ホグならまだしも、ラバレでやるのはちょっとしんどいっすね。フリーズ2枚だしね。トームでラストのマルチまで伸びるか、広がるな。でもラバ、ヒーラーにもしっかりトームかけたので、途中で結構タゲ取ってくれてはいましたね。今も取ってくれてるけど、きついかな。伸びてはいる。どうだ、きついか、きついかな。まあでも結構なパーセントにはなりそうですね。外周部全部取れるもんねこれ。そう、今の入りしちゃうとオールブレーカーが腐っちゃうんですよね、こういう配置って。それがね、クイラバのレジェンドリーグの難しいところですね。もう明らかにいらないユニットになっちゃうんですよ、オールブレーカーが。枠数的にね、20枠ぐらい捨ててるようなもんなんで、まあまあきつい。オーデンだけで取って、残り届くか。96まで行くと1トロ上がるけど。おう、さあ、3本目。間に合うか。ああ、全然間に合いましたね。はい。ちょっと見逃してたら、始まってました。まあでも、やっぱ釣って処理したくらいですかね。ボールブレーカーが1体減ってるから、ボールブレーカーで釣った感じかな。で、キングでサイドカットしつつ、ホーミングチェックしつつの竹取りでボールブレーカー開けてきましたね。あ、うまいですね。エイジに乗せてバルーンで、おー、ホーミング回収2個やってきますね。これ、レイジ乗せないと多分1個しか回収できなかったけど、レイジ乗せたから2個解除できましたね。で、スケルトンも先に処理ができた。いいよ。でもこの体、この配置もまた同じようなことしてるんだよな。ターンホールだけ取って。あ、でもこれまだ余裕あるから、レイジまだ1枚いっか ?1 枚しか使ってないもんな。なら、4時開けてってもいいかな。あー、でも火力きっつ。さあどうしてきますかね。多分開けていくとは思うんだけど、何もしてないもんね。うん、開けてきますね。でフリーズ多いですよ。さあ、本来はもしかしたら逆の方が良かったのかもしれないが、エアスイーパーがあの吹いてる側を残しちゃいましたね。まあでもそれはちょっと攻める前、この30秒じゃちょっと難しかったかな。でもいいラバルが展開できてますね。トームもあるので最終地点まで残しつつ、なんか変なテスラの置き方だな。もうバルーンは全部出し切ってるんで、テスラのケアができないのが少しあれですが、まだレイジとボマがギリギリ体力的に残ってるからいけるんじゃないか。6時になんか出てる。アーチャー見えてないけど、なんかいるな。6時で広がって、あとは時間勝負ですね。さあ、回収が遅いことで有名なガクさん、今出しましたね。もう出していいでしょ、6時。おー、出ました出ました。あー、でも結構余裕か、意外と。あ、全然余裕だった。いや、余裕ではないか。まあ余裕ですね。さあ続いてやっていきましょう。何本目だろこれ。これもまたどっち行ってもいいような食い火をする感じですかね。まあ分かんないとき、シンメトリーの配置攻めるとき、もう本当にどっち行くか分かんないときは、もうどっち行ってもいいような、こういうところから始めてあげるといいと思います。シンメトリーなんでね、どっち行っても変わんないんですよ、形が。まあ弱点でもありますね、シンメトリー配置の。食い火それたとかがあんまりないっていう。どっち行っても形同じだから、どっちに行っても同じことするだけっていう。
ちょっと大砲が4機にクロスボウが2機だったんで相当火力高かったですね。これ下行くかなと思ったら右行くんですね。なるほど。でもこれどっち行ってもいいな、そういう配置だから。これが多分狂って回らして水とか対空砲の前開けるんだろうな。こうなったらさ、ホーミングチェックのバルーン出しつつキングでサイドカットでウォールブレーカーチェック。おー、うまい、しっかりホーミングありましたね。で開けていくよ、いいよ、うまいよ。で2層目も開けていく。ああ、そう、変なとこたけってる。これ間に合うかな、テスラじゃやばいなだよな。ちょっと開けるの遅かったですね。先に開いてないとクイーン入らない。どうだろう、フリーズもないからヒーラー死亡確定だな。これはタウンホール取るのめんどくさいな、これ。どっちか、おそっちからやりますか。ボマーをタウンホールに残す形かな。あ、でも先に今のボール、ボールじゃねえ、バルーンが罠チェックはしてくれましたね。で、空で、空罠だけは、空援軍だけは勝利しつつ、さあどうだ？タウンホールは多分落ちるはず。落ちそうですね。多分落ちる。あー、これ全滅だ。ヘイスト残してくけど、避けれないな。ちょっときついかな。ラバーも勝利しちゃってるしね。おー、黒熊だったんだ。まあ、でもまたこれも結構伸びそうですね。あー、おー、さあどうだ、90いくか。あー、凶悪、惜しい。対空砲壊せればな。まあ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 、いっぱい増えただけか。88かな、これで間に合うか。あー、気を取り直してやっていきましょう。ラストアタックですね。ラストって言ってました。おっと、これはドクタームジュタバの配置ですね。この前レジェンドリーグ品質配置って動画を作ってね、配置リングを10個ほど載せた動画があるんですが、その中の一つですね。上位陣はね、この配置多いですよ。今世界1位、グローバル1位の人がもともと使ってた配置なんですけどね、これ結構難しいんですよね。右に行かせたいのかな、これは。それてる臭いな。そう、これ、クヒそれづらい、それ安いんだよな。まあでもこれ、逆にタウンホール取れる説。タウンホールだと取るのすげえめんどくさいんだよな。ムジタバの配置はほんと欲しいって やってしまう。あ、これ取れれるんだ。いいじゃん。テスラ起こせたから入ったのか。この誘導しないと入らないんですよね、これ。これはなんかいいルートになりそうだぞ。通路を歩いてくれればイーグル砲が取れるので良いのでは。そらスケーキング、ちょっとめんどくさい当たり方してるけど、ポイズンで処理できますね。小物だしいいよ。でも毎回思うんだけど、アイゴルって何のために入れてんだろうな。小物だけじゃちょっとあれ問題ないから、とりあえず入れとこうみたいな。ネクロに入れるぐらいならアイゴレ入れた方がいいかなぐらいな感じかな。クイーンがそっち回っちゃったか。クイーン処理ちょっと遠いな。ボーマーがね、穴開けてくれれば進めるんだけど、このままとなると6時側のガゴのカットも結構早めにやっていかないといけないですね。一旦フリーズを使って、まあちょっと回っちゃうな。バルーンマルチ IT 入って、早く降りたい。カットホームトームダウン、うん、HP 結構削れてたんで、一回トームで我慢する形ですね。さあクイーンはここでこういう範囲ですね。次、あ、行きましたね。クロークを使って処理で、ヘイストで最終地点マルチまでの、わあ広がる、これベビー、あー、ウォーデン、ウォーデンが外れた。ウォールブレーカー、これどうだ、20秒じゃきついかな。
開かないか、それも開かないか、開かないよな。ヒーラーたけってから出さないと開かないよな。そうだよな。99だこれ。あーもったいない。あー惜しい惜しい。はい、というわけで、でもローカルは1位ですね。でグローバルがなんと8位までガクさん伸びてますね。さすがですね、さすがですね。でなんか自分は35位まで伸びました。ぬらりやってたら、でなんかガクの次に行きましたね。はいはい、というわけでいかがだったでしょうか。ガクさん見事日本1位を達成でございます。はい、まあ日本1はね結構前に確定はしてたんですが、グローバル1位からは転落してしまって、まあでもね一桁台に一瞬でも入ってるだけですごいですよね。はい、まあ来シーズンはどれぐらい真面目にやるか、みんなどうやるかね。ドイツでの大会も10月にあるので、まあその辺みんなどうするのか、まあストレスにならない程度に続けていこうかなとは思いますが、はい。で次回はタンホール10の食い火講座教科書編ですね。第2回をやって、後編をやっていこうと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。